こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらですね、モテる動画をプレゼントしてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今回はですね、マジでドン引きな男性というお話をさせていただきたいと思います、ね、皆さん、せっかくねデートができたのに次につながらないとかね、そういう現象って起こったことありませんか？もしかしたら次にのデートにつながらないっていうのは、こんなことをやってしまっている可能性があります。そしてそのこんなことっていうのは、あなたが悪気なくやってしまっている、悪気なんて全くないから気がつかない、だから繰り返しちゃう。だって気づいてなかったら繰り返しちゃうの当たり前ですよね。自分でこれがドン引きされるって分かってないってことですからね。なので、このなんで次に繋がらないのかっていうのをぜひ知っていただきたい。ということで今日はですね、マジでドン引きな男性についてお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録とですね、高評価お願いします。そして LINE の友達もね、プレゼント動画ありますので、ぜひぜひなってく、お友達になってください。はい。では、一体どんな男性がドン引きされてしまうのか。まず一つ目。一つ目はですね、ノープランです。要は、デートに行っている、要はお食事に行きますってなった時に、何にもプランを考えていないってなると、女性はドン引きします。お店を予約していないとか、そういう風にされてしまうと、女性がなぜドン引きするのかってちゃんと理由があるんですね。女性っていうのは、あなたにもちろん可愛いと思ってもらいたいとか、ね、男性にモテたいっていうのももちろんそうですけれども、すごくお金と時間をかけています。例えば、私だったら髪の毛巻いてます。で、髪の毛を巻く。まずは長いから、長いと乾かすのに2、30分かかるんですね。男性って短い方だったら多分10分もかからないと思うんですよ。で、毎日を2、30分ってなかなかね、蓄積していくとすごい数字になるじゃないですか。髪の毛巻いている時間も20分ぐらいかかります。そして、ピアスだったりとか、まあお化粧、ね、乳液、美容液、化粧水、アイシャドウ、眉毛とか、まあいろんなものにお金がかかってるわけですよね。なので、女性っていうのは、そうやって時間とお金をあなたに可愛いなって思ってもらうために、すごく使ってるんですよ。なのに、ノープランにされると、なんか、ないがしろにされちゃったような気がするんですね。私のことをどうでもいいって思ってるんだっていう風に解釈をしてしまうんです。だから男性がノープランっていうのは絶対になしです。ちゃんとプランを考える。プランって言っても、お食事だったらお店を予約するとか、お店を選んであげるとか、それぐらいで全然 OK です。そんなに難しいことはしなくて大丈夫です。あなたも可愛い女性、肌の綺麗な女性、ちゃんと身なりをしている女性が好きだと思うんですよね。そういう女性が好きなのであれば、お願いですから、プランは立ててお店の予約はしてあげてください。はい。そして二つ目。二つ目はですね、食べ方です。食べ方が汚い男性っていうのは、女性からするとすごく清潔感を感じないんですね。要は、お上品ではないなって思われてしまう。なので、食べ方っていうのをすごく気にしてください。食べ方が、どういう食べ方がダメなのかというと、例えばなんですけれども、パスタありますよね、パスタ。パスタを食べるときに、ラーメンのようにズズズズズってすすって食べる人って結構多かったりします。男性はね、子供の時とか早く食べる方がいいみたいな文化があったと思うんですよね。それをいちいちお上品にくるくる巻いてゆっくり食べるっていう文化がそもそも小さい時になかった。そして運動部とか入ってる人は早く食べるのがなんぼだったりしたと思うんですよね。その癖を未だに引き
っていて、ラーメンのようにパスタを食べてしまう、音を立てながら食べるっていうのは女性がすごく嫌がる行為です。あとお味噌汁を音を立てて飲むとか、これもすごく嫌がる行為なんですね。なので自分が音を立てるとか、これもあまりお上品ではないので、パスタをすすって食べるとか、スープを音を立てて飲むっていうのね、お味噌汁もそうですよ、音を立てて飲まない方が絶対に後々どこで、誰と会食をしても、いいなって、良かったなって思いますので、もしラーメンのようにパスタをすすって食べるなとか、あ、そういえばお味噌汁すすって飲むな、スープすすって飲むなって思う方はぜひ気をつけていただいて、これって気をつけるだけで治ると思いますので、食べ方っていうのは本当に、重要なので気をつけてみてください。あとはですね、食べ方に共通してお箸の持ち方っていうのも、これももし自分があまりお箸の持ち方が上手ではないなって思う人がいるのであれば、そのお箸の持ち方っていうのも女性は結構見ています。もちろん女性でお箸の持ち方が上手ではない人もいると思うんですけれども、でもお箸の持ち方が上手で損することって絶対ないんですよ。得することしかないので、でもお箸の持ち方が上手ではない、要は変な持ち方、規定の持ち方じゃない持ち方をする方っていうのは、いろんな部分で見られてしまう可能性があります。今矯正箸とかもあるので、これって結構練習すれば直せることってできると思うんですよね。なので食べ方含めてお箸の持ち方、あと変なこうやってなんか食べる人とかいるじゃないですか、スプーンとか、あれもちゃんとこう食べ物を食べる道具はちゃんと使えるようにする。でパスタ、フォークだけで巻けない人はスプーン持っても構いませんので、スプーンの上に乗せてくるくる巻くっていうことをやっていただければと思います。はい、そして3つ目はですね、遅刻したのに謝らないっていうところですね。もちろん女性で遅刻をする女性もいると思います。これは本当にごめんなさい。そして、日本人の許せる遅刻の範囲ね、これ一般的ですけれども、許せる遅刻の時間って15分って言われてるんですね。なのでできるだけ15分は以上は遅刻しないようにしていただいて、どうしても遅刻してしまうっていう時もあると思うんですよ。そういう時は1分でも遅刻しそうなのであれば、必ず1本連絡をすること、これはできない人って結構多いんですよね。でもこれって当たり前の常識なので、遅刻をしそうだなって、1分でも遅刻しそうだなって思ったら1本必ず連絡を入れること。そしてこれからがね、一番大事なところなんですけれども、あなたが仕事で遅れそうってなった時に、必ず最初にごめんねって言ってください。多くの男性は自分は早く行きたいのに仕事が足を引っ張って遅刻するんだよって、自分のせいじゃないって思いたいんですよね。もちろんそうです。もちろんあなたのせいではないし、あなたが行きたかったね、時間通りに行きたかった、でも仕事が足を引っ張ったってあると思います。なんだけれども、それは相手の女性には関係ないんです。仕事がどうのじゃなくて、約束に来なかった、約束の時間に来なかった、要は遅刻したという事実なわけですよね。だからこそ先に謝る。大体の男性って後で謝るんですよ。ではなくて、ごめんねを先に言ってから、次ね、ごめんね、実は仕事で押してしまって、そして、仕事が押しちゃったから何分遅刻しちゃうんだ、寒いから暖かい場所にいてねとかいう、ちゃんと言葉もね、ねぎらいっていうか、その気遣いの言葉もプラスする。後でごめんねっていうと、女性ってこの人謝れない人なのかなって一瞬ムッてきちゃうんですよね。だからこそ最初に謝って、ごめんね言ってからの理由です。理由言ってからのごめんねじゃなくて、ごめんねからの理由ねこの順番で相手の女性の印象っていうのが全然変わってくるんですね。遅刻をするのが悪いわけではなくて、遅刻をする
するのであれば、きちんと伝え、そして先に謝る。これをするだけで、女性の印象って全然変わってきます。逆なんですよ。男性はね、大体ね、理由言ってから謝るの。じゃないの、ごめんねが先なんです。はい。ね、あなたの頑張りが伝わると思いますし、それでも来てくれたんだ、ありがとうっていう気持ちも女性になりますので、先にごめんねを言えばね、ぜひ気をつけてください。では、まとめます。ドン引きな男性は、まず一つ目、ノープランであること。そして二つ目、食べ方が汚いこと。そして三つ目、遅刻しても謝らない。この三つは絶対に NG です。なので、先ほどお伝えしたね、やり方で改善していってください。それをすることができれば、あなたも必ずモテるようになりますし、女性とのすれ違いっていうのもなくなってくると思いますので、ぜひぜひ頭に入れといてください。概要欄から LINE のお友達、そしてオンラインサロン、無料のオンラインサロンのお友達なんかも募集してますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。